皆さんこんにちは改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡くんです。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい来ました。うん ブログにはちょっと前に出させていただきましたけれども、はい、いよいよ動画で紹介するということで,でまあ何がどうなっているのかを、はい、今回詳しく事情聴取したいと思いますベース車がアストン・マーチンバンキッシュザガートというわけで <laughs>、はい、まあご存知の方も多いかと思うんですけれども、はい、イタリアのーチビルなんですよねそうです もう車も激レアなんですよねす世界に99台しかなくてなんかいろいろ聞いたところによると日本に多分1台か2台それ僕も見ましたあとシューティングブレークもあるんですよなんかあとスピードスターと、はい、あとボランティアもなんかあってあそ,そうそうそうあります、ね、なんか全部入れてもなんか300台ぐらいしか世界にない、はい、ぐらいしかないですね、はい、めちゃめちゃ激レア車ということでそうですちょっとやらしい話なんですけど、はい、聞いていいですか 奥 <laughs> 奥でです。す <laughs>。<laughs> そんなとんでもない車を今回ボンド大阪で触らせていただいてそうですさらにかっこよくなってるということで今回実はもうお車からご用命いただきましてボンド大阪としてすごいお世話になってるお客様でずっと昔から寝かしてた企画だったんですよあそうなんす。3年4年前ぐらいからずっとその定期的にザガート熱が上がってくるんですよなるほどお客様の中で。 あと欲しい欲しい欲しいってなって探してでもやっぱり日本にはまず出てこない車なんで,なでもう海外のページ見ながらでも出てこないでしょそうなんですよでそれでそのヨーロッパでもうその3年4年前ぐらいからあった1台があるんですよ黒で右ハンドルででお客様も,も色は絶対黒なんですよそれを狙ってたんですよいざじゃあ去年行こうってなったタイミングで行ったらその3年4年ずっと出てたのにその見に行った日の午前中に売れちゃいましたって言われたんですよ 絶対嘘なんですすよよね <laughs> <で>海外あるあるるでででそうなんですよなんんかっていうと値段が安かったんですよで今こうぐわって値段上がってきてる状況でそこだけずっと問い合わせもないかなって値段はそのままだったらしいんですよ他の車に比べて2000万ぐらい安かったんですよ<ー>その車がいざ見に行くってなって向こうも相場を調べたんですよね海外あるあるらしいんですけどそういう時って売れちゃったぜって言われるらしくてやっぱり売らねえみたいなそうなんですよ結局その車がダメになって で他でで他もう一台出てきたたののがこの子やっんすごい偶然ね。そうでこの子出てきたのがベルギーやったんですけどベルギーで出てきて走行距離 150km で出てきて今の相場ぐらいやったんですけど「行っときましょう」って言ってこの子を買って待てないお客様なんで空輸で飛ばして船だと40日かかるって言って空輸だと1週間で来るってなって。でも費用が そうです <laughs> で飛ばそうって言ってでちょうど飛ばしたタイミングがロシアがウクライナに侵攻しちゃったんですよ、ね、で飛ばす時の保険も値段上がっちゃって、ね、で撃ち落とされる場合がありますって言われて <laughs> いやこの子撃ち落とされたら困るなって<ー>でまあちょっと無事に日本に着いてでまあ、登録関係もやってで登録関係やってる時に売れたって言われたらザガーとか値段アップしてまた出てきたホンにやっぱりもう海外あるあるなんですけどもうそんな車のこの届くところから、はい、ストーリーがある車なんですねそうですねもういろいろあってやっと届いてでそこからカスタムをさせていただきましたでまずカスタムしてるところに触れたいんですけども、はい、その前に車が特別すぎるんでそ,うす、ね、その特別のところも触れていきたいと思います、はい はい、で、まず、その外装が、一見、こう、アストンかなっていう感じなんですけど。はい、そうですね。もう、でも、ほぼ、変わってます。ほぼ、全部、作り直してる。そうですね。例えば、一個一個言うと、このヘッドライトも。あ、ヘッドライト違うの、これ。これね、いや、バンキッシュなんですけど、ここが違うんですよ。え、どこ,こ,このラインが。言ったら、バンキッシュって、こうなんですよね。ちょっとっ、こうなってるんですけど。ここのフェンダーが、もう、作り変えられてるんで、ここが、被って、隠れてるんです。<ー>だから。 ザガートとバンキッシュ並べたらヘッドライトの形が全然違うんですけどだからなんかちょっと雰囲気が違う,うちょっと違和感があるんですよねもっとシュッてシャープになってるんですよザガートの方がさっきツッチーとも喋ってたんですけどその外装のパネル類はカーボン全部カーボンなのね、はい、ボンネットももう形が違うよねそうですこれもうここの形も違いますし、まあ、フェンダーとかも違うんですけどちょっと後でご紹介するんですけど一番見てほしいのは屋根なんですよねこの屋根がちょっっとプロテクション全部張ったんですけど プロテクション貼ってもらった方がこれ屋,根屋根どうなってるんですかみたいな。<laughs> っていうぐらいいろいろ作り変えられてるってことで,でカーボン面もこれよく見ると、はい、塗装があの昔のあのフォーティーみたいなあーカーボンのボコボコっていうのがう下地が出てくる確かに見える感じだか、はい、光当たってるとことか見ていただくとカーボン面が出てくる感じそうなんですよ で全部ボンネットもフェンダーも全部作り直されてると、はいはい、そうです、もうすべてバンパーも違いますしドアも違うんですよね、ドアミラーの出方が違う。 でそこが違うんで、ドアも違うし、あとリアクォーターまでのラインが違うんで、プレスラインもまた新しく入ってるんで、そらくドアも違うんですベースこそバンキッシュになってるけど、もう本当にコーチビルダーなんで、全部作り直されて、別の車になってるということ、なんかそのコンセプトが、航空学から来てるっていうのをなんか予習したんだけど、空力と、あと機能面がその航空学から技術が来てて、つなぎ目とかを減らされてるっていう。改めて見たら確かフェンダー あとバンパーが繋がってんだよね。これつ、繋がってますね、ここまで。だから全部一体なんだね、ここが全部。こ、ここまでが一緒ですかね。そうだよね。普通だったら、ここにこう、普通の車だったら、ここに、バンパーとフェンダーのつなぎ目があったり。車によっては、こう、下側バンパー別パーツですよ、なんていうのが多いですね。なんと、全部ここが一体のカーボンということ。ここまで。ここまで本当に、あの、プロテクション屋さん泣かせですよね。はい。なんで、今回は、全部フルプロテクションで貼ってある。はい。全然、分かんないですね。でも、もう、データないんで。 なんてじゃあやっぱりもう一から起こして全部貼りそうですねで当然下側のここも全部カーボンそうですかマンソリーみたいに中央に寄ってるんだそうなんですよちゃんとなってるんですよすげえなと思ってで当然下回りも全部あスリプロも貼ってあるこんなリップ割れたらも直せないと思って確かにもうスリプロも貼って多分値段もエグいし多分来ないと思ういやそうなんですよ 世界でだって99台しかなくて乗ってないんじゃんでお金出して買えますじゃないと思うんでそしてエンブレムもなんかアストンのこの横が赤色でく見えたりとか、ねはあ、この車に関してはなんかアストンと結構共同開発的な製造もなんかそういうふうに資料に書いてあって、はいはい、か,かなりこうメーカーと近しいというか<ー>一緒にやって作った車らしいです、ね、結構お客さんのノリで買っちゃったんで <laughs> あ,んまりあんまりそこまで詳しくないですけど <laughs> アストンのホームページにも載ってるぐらい、はい そうですねだから改造車っていうよりかはもう純正公認の改造車っていうそうですねの中でっいそのザガートの Z が至る所にデザインされてるってことでここのグリルこれもなんかよく見たら全部 Z なんですよねでも立体的だからんかそうですねなんかちょっとおしゃれな感じ あんまりしなくだからもう今これナンバープレートつけてるんですけどやっぱついてない方がこの,、ね、の ZZZ っていうのがすごい分かりやすいんで日本のナンバーで全部台無しにされてる感じですけど本当にナンバーレスが一番かっこいいそしてここ<ょ>こ,こ,これはもうザガートの特徴デイライトですね、えー も、はい、あんまり見ない感じのそうなんですようちのお店でお預かりしているときにやっぱ気づかない方が多いんですよアーストンかぐらいで行くんですけどちょっとびっくりしたのがよくここ自転車で小学生とかもよく通るんですよその小学生が僕らが動かしてたらパッと止まってうわっザガートやって言ったんですよわ <laughs> <ー>からんわからんと思って普通すごかったです英才教育がぜひうちに入社してほしいですね、はい、そんなわけで前回りもごっそり変わってるとそうですそししてて横に行行っっちゃゃいいいですかはいはい、じゃあ行きましょう そんなザガートをなんと今回タイホイールを交換したということではいこちら今回アナーキーの新作が装着されてございます,すあのまず純正ホイールがわからない、はい、えっとね <laughs> 入れておきますそそうですね、はい、<laughs> そこから変えてなんとかね、はい、インチアップもしてるってことしてますと々と20インチやったんですよあそうなん、はい、前後20なんだそうなんですよで今回前後 21? にして新作をぶち込まれているということで,で、はい、アナーキーの rs 3.2昔からあるあのレトロシリーズ、うん、あのリムありのレトロシリーズのあれのツーピースバージョンなんですよ レトロシリーズリムがあるからそうそうそう,そうと全然違うデザインですけどそうなんですよこれがツーピースで,でこのアウターリムとディスクが一体になってるんでここが一緒になってるんであのデザインもともとかっこよかったんですけどそれがさらにツーピースになって足が伸びることによって <laughs> タイヤサイズ的にザガートは21までしか入んないんですけど DB11 とかで22とか入れちゃうと結構もう大きくなりすぎるんですよね、うん、タイヤがペラペラになってなんかもう足がただただ長いみたいな ってなるでまあ、一番21とかが綺麗かなっていうバランスの取れたこれになってると、はい、色味はこれは何になってるんですかえっとねブラッシュドグロススモークなるほど、はい、金属目が透けてる結構濃いめのスモークが、ねはい、結構僕もこのフィニッシュ好きなんですけどこんだけそのカーボンがいっぱい対応されてるんで ちょっとまあここにフルポリも一瞬考えたんですけど、車のキャラクター考えるとそんなにゴイゴイじゃなくてもなと思って。確かにこうカーボンとあとボディの黒と同色系なんで。そうですね。ままいいそこは結構まとまりがあっていいなと思って。そしてこれボルトンも変わってるのこれ。えっとねあのアストンナットなんですよ<あ>この時代の。トでトラック用フォードの。はあ。はい。で合うのがあるんだ。そうなんですよ。えっとピッチが2.0なんですよ。え？あのアストンって。 だって普通1.25か1.5です。そうなんですよ。あのこの時のバンキッシュとあとえっとラピードもそうやったかな、はあ、2.0なんですよ。 買えるののも大変だだねそうなんですよだからあのでナット僕頼んでたんですけどなぜかあの税関で止まっちゃってたんですよね <laughs> で急遽とりあえずつけようっていうことでメッキみたいなボルトが、うん、あの売ってるとこあった納豆か納豆あったのよ汎用のとりあえずつけようピックスが出さらかったんですよこれあのまあスタートボルトなんですけどめちゃめちゃ長いんですよアストンって、うん、であそうなんだじゃあこれわざと長くしてんじゃなくてじゃないんですよ いやほんまはもう少し中に入ってほしいんですけど<ー>、うん、でもちょっと1億円の車のスタッドボルトを切る勇気はちょっとなかったんで <laughs> はいそのパーツこなそうなんでそうなんですよでディスク自体はなだらかにコンケーブしててそうですね、はい、一応もうロベルタも組んだんですよあロベルタ組んでフロントリフター付きで前後車庫超過してますなるほど車高も下がって使い勝手も損なってうそうですね なんでその落としたタイミングで測ってるんでオフセットも前後とも結構いい感じででバンキッシュと前後フェンダーそうなんですけどフェンダー大きいんですよこっちのほうがそうなんだなんフェットフェンダー違うんだそうなんですよだからバンキッシュを入れると1 5ミリぐらい甘いっす、えー、いやもう二度と使わないと思うんですけど ザガートでローダウンしてホイール変えたいなーっていう時はあの僕データあるんでなるほど、はい、いただければできる <laughs> そうです、はい、でタイヤの方はミシュランの2553021ということで,で,でパルトスポーツ 4S です、はいまあ、スポーツ性能とコンフォート性能を両立した、ね、そうですねでちょっとあの J 数に対してあの引っ張るとダサいんでちょっとなだらかーにっていう感じで確かにこう改造車感出しちゃうとちょっと違うからそうそうそうで逆にブリッとさせすぎるとそんなこうスポーツじゃないんで,でなるほど この辺の特殊な車をタイヤホイールを変えると、はい、ええー、なんてことをっていう結構、意見もあ,、はい、あります、すごい,すごいあります、はい、でアメリカなんかだと特にこう、はい、ハイパーカーとかって真っ先にこう変えるじゃなすねホイールがやっぱり激レアだから、はい、それを取っておいて、はい、結局、の普段履き用にっていう、かっこいいっていう、はい、これはかなり、はい、そうですね、だからあの結構僕も叩かれるかなと思ったんですよ。でももーー本国のページとか見てても 結構なんか評価してるコメントが多かったので、えー、ちょっと良かったなってザガートの,そのなんかコミュニティがあってそこにもなんか載せてくれてたんでそんなまさか改造車載せてくれると思わなかったかまあ言ったらでも純正改造車だからね <laughs> ま,あまあそうですね、はい、でともとで足元もスペシャルになってるそうです、はい、そしてもう当然全部この辺も作り直されてて、はい、ここも全部カーボンで,でここにあのザガートの円が,が入ってるんだはい。

あれのミラーにちょっと似てなんか形状なんかそれをすごく意識したというかであっちはもう完全にドアと一体なんだよそうそうそうここの継ぎ手がないんでさすがに多分それはカーボン一体うカーボンと一体と作れなかったんで多分別パーツになってると思うんですけどこの辺なんかも特殊ででピラーも当然カーボンピラーもカーボンできてルーフもカーボンこれですこのルーフのダブルバブルルーフですそう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 それはそれはね僕も調べたんですよなんかザガートも歴代それを取り入れててこのもうボコボコっていうルーフ はザザガガーートトといいうのななんか特徴みたで最近だとなんかあのスープラもこれ採用してたりとかそうですね風力的的に結構有利みたいですねそうこの辺も特殊はいここ斜めから見たりするとねこのルーフがこうラウンドしてるのがわかるという前から見るとこうこうなって落とし込んでるでこれガラスもガラスなのこれそもそもこれあこれ確かねガラ ガラスやったと思う、ガラス、ここは。でも、これもちゃんとこうラウンドしてるっていう。ちょっと、ちょっと、こう、こうなってますか?。はい。絶対割っちゃいけないですね、これ。そして、リアも一体全部成形ということ。でそうです。ここが。で、カーボン全部。そうです。で、デザインも変わってて、で、しかも、リアバンパーも一体ということ。そうです。ここからも全部。あの、今日、朝用意してて、ベストオブ事故っちゃいけない車。これは、あの。だって、もう、ちょこっとだって、これやったら、だって、ここのリアの、も、もう、カウル交換。とそうですね。はい。 <laughs> どうすんの頑張って直すしかないですけど直しても光当たるとこカーボンがぐちゃぐちゃってなるんでアストのそれもホームページに書いてあったけど<あ>そのボディの成形に2000時間あ2000時間ああなるほどなんかその成形に2000時間ぐらいかけてるんで<ー>まあ3か月ぐらいそうなんですねだからもう作るのがめちゃくちゃ大変っていうことみたいですはい,はい,、はい、いや確かにこれは見ててもうど,どう作ったらこうなるんだろうってで 元々バンキッシュってあの車は結構特殊じゃないですかうん、うん、トランクがこう羽につながってて中空になってて,ってあれもすごいんですけどなんかこっち見るとやっぱすげえなっていうその上をいく状態になってるとあとこのねザガートといえばこのテール、はい、これなんかバルカンとかっていうなんか特殊車両と同じなんかその技術を使ってはいはい、はい なんかねザガートって僕このイメージすごいあるんですよこのテールでフロントのさっきのデイライト丸いあれのイメージがすごいありますザガートといえばこれもどう光るのっていうこれねなんかね、意撮影させてもらったんで分かりましたけど意外とこの上だけ光るとかね、全部光らないパターカーは下だけ光るそう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 あ、全部じゃねえんだっていうはいそしてリアのディフューザーももうフルカーボンフルカーボンこれ下までだもんねだって全部カーボンです 充電器、いつもマグネットタイプのつけるんですけど出てんのこれつける時にここにつけると思ったんですけどさすがに穴開けられなくてちょっとどうしようかなってもうどっか開けて出しるしかないです、ねあとこれの多分二度とないと思うんですけどデジタルインナーミラー全然見えないです、この車見えないルームミラー意味ないぐらい何もなく綺麗なのに全く見えなくて。 これはけましたね特殊車両に必須アイテムということでこの辺がついてると絶対これいります続いて内装も内装も当然カスタマイズしてあるわけじゃないんですけれどもやり直されてるということでナビとかつけたんですよあナビつけたのナビつけましたあれあの本国仕様の使えないやつで平行車になるから使えない平行車っていうか日本仕様のその2台もどうなってんだろうねいや多分そっちは変えてるんじゃないかなってでももともとついてたモニターも 表記は日本語に変えれるんですよ。で、そっちである程度設定が必要なんで、あの助手席の足元の奥に隠してますう。なるほど。垂れないように本体はてる、はい、そうですね。はい。そして内装も Z をモチーフにした設テが入っているということで、はいではい、座面のその端のところと肩のところと、はい、ここと,こことあとヘッドレストにエンボス加ーリアのそのパネルももう Z が入っている。Z で、ね、はあ、これすごいね。 まああのいつも見てる <laughs> バンキッシュとはちょっと違うなんかだからさそのヨーロッパの,なんかそのコーチビルダーの,その技術とか各種そのチューナーとかの,の作り込みって、はい、本当すごいよねいや,やっぱ内装ってちょっとパンパンってできないじゃないですか。うん そのバンキ屋さんで塗ろうとかそういうんじゃないんで結構そこが内装はなんかクオリティの部分でも変わってくるな内装外装のバランスが非常に取れてるというそうですねレベルが高いそうあとこのプレートにこれ42ですかね<あ>99台中のシリアル,入っ,リアル入ってて、はい、細かいところでいうとこことかのこれなんかゴールドになってますたねあそういうところも全部ってるんだこれも、はい、うちにあったバ板金師と見比べるとやっぱ色違うかったそうなんだはい。 でもそう感じさせないニュアンスっていうかそのさじ加減がすごいよね、はあ、こんな感じの内装になってます。はい 最後になりますけれども多分コメントでエンジン音聞きたかったって来ると思うんですけれども近所迷惑のになっちゃいますし今日撮影している時間帯が時間帯なんでエンジン音をお届けできないんですけどもでもあとんか馬力もんかちょっと上がってるとこって白で見たんですけどノーマルなんですけどイメージでいうとバンキッシュ S のバルブなしっていうイメージですというわけで今回やっぱりスペシャルな車をさらにちょっとこうニュアンス変えたりとか使い勝手よくとかあとそのスペシャルな部分を 保存しとくためにあえてこう変えるっていうのは、はい、やっぱり非常にかっこいいしそうですね、はい、だからあの今回のこちらのザガートもノーマルに戻してって言われたら戻せれますうん、うん、はいそのロベルタとかももちろんそうですしプロテクションはどっちかというとそのオリジナルを保護するためなんでやっぱりそういう部分でじゃあこれを切ってすごいもうカナードつけてとかなるともうちょっと嫌なんですけど時々そういう車を紹介させていただくんで <laughs> あのボンド大さがみんなそう <laughs> いう感じかなと思いけど違いますそういうわけじゃないんですよね、はい、ちゃんとこういうあのオリジナリティな、はい というわけであのこういった特殊車両のカスタマイズもぜひご相談ください、はい、モンドチャンネルのチャンネル登録とあと最近 SNS 頑張ってるんで、はい、インスタのフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました your body was so magnetic before i knew